女優の木村佳乃45が19日放送のフジテレビ僕らの時代日曜前 7.00 に出演。子育ての一コマを明かした。子供ってお店屋さんごっことかリカちゃん人形ごっこするとき声色が変わりません。リカちゃん人形と遊ぶときは私寝て裏声になって、私も入ろうとするとその声になんなきゃいけない。普通の声でやるとそれじゃダメ、その声じゃって言われて、私も、おい僕も仲間に入れてよ、みたいな、と子供に合わせて、裏声で参加するときも。しかし、これでいいだろうって思ってその声でやったら、なんかママの声すごい、変、キモい、ちょっと練習してきて、とか言われて、と、ダメ出しを受けたそう。もっと本気でやんなきゃいけないと思って、熱を入れ、てやると、なんかどん、引きし始めて特徴。結構難しい。結局あんまり入れてもらえないの、と嘆いた。あと、誰もが知ってる、シンデレラみたいな話を、途中でめちゃくちゃに、読むんですよと自己流にストーリーをアレンジして読み聞かせも、すると告白。むちゃくちゃ。そして、シンデレラは子供を誘拐し、てそのまま逃げましたとか。適当なこと言ったら、ママ違う、何言ってんの、って。そうだっけ？こうやって書いてない？って言ったら、違うよ、ちゃんと、読んでってと、親子の微笑ましいやりとりを明かして笑わせていた。